ございます。メルカリ暮らしのエリと申します。私は4歳の子供の子育てをしながらパートを辞めてメルカリ1本で生計を立てています。本日の動画ではメルカリを始める前のパート暮らしをしていた頃のお話とメルカリを始めて人生大逆転した現在のお話を包み隠さずお伝えしていきます。背取りをしているイメージがわからへんとか、パートを辞めて子育てをしながらでも在宅ワークをしたい、これ私なんですけど、旦那に頼らず自分で稼ぐスキルを身につけたい、ノースキル主婦の私でもできるんかなと考えている方にはかなり役立つ内容になっていますので、自分が始めたらこうやってやるんかなってイメージしながら見ていただけると嬉しいです。まず今やっているのが、子供が起きてくるまでに毎日この時間からルーティーンとしてやっていることがあります。前日にメルカリで売れた商品をエクセル管理表に入力したり、現在の売上利益を見て今月の目標売上まであとどれぐらいなのか確認をしていきます。過去の私はと申しますと、そらそうですよね、パートやったら職場に行って言われることをするだけでよかったですもんね。そらギリギリまでグダグダしますよ。まずは今日は幼稚園がお弁当の日なので、お弁当作りをしながら朝ごはんを作っていきます。ただただ私の場合、昨日の晩ご飯の残り物を詰めていくっていう作業なんですけどね。現在はメルカリ1本で月60万の収益を得ることに成功し、自分の好きな時間、自分の好きな場所、自分の好きな人とだけ仕事をしていますけど、それまでは旅行会社でフルタイムでパートをする凡人主婦でした。お弁当を作りながら考えることは、今日はシフト誰と一緒やろうとか、今日は14時を迎えやから全然お金にならへんやん、そもそもこのままやったらやっていかれへんやんと毎日憂鬱で悩みがつきませんでした。現在は余計な悩みやお金にも余裕があるのでストレスフリーです。物販以外のビジネス界隈の情報を YouTube や Voicy をラジオ代わりに聞くことでモチベーションを上げたり、自分の学びに時間を使っています。そして朝ごはんとお弁当の用意ができたので2人でいただきますをします。今では一緒に物販をしている夫は今日も張り切って早くに出て別の場所で撮影をしているので2人朝食です。物販を始めた時、夫は病気で倒れてて内緒で始めたんですよ。絶対私が子供を養っていくねんって必死でしたからね。この話はまた追ってお話しさせていただくとして、朝ごはんが終わると爆速で歯磨きをして、爆速で化粧をして、爆速で髪の毛をセットしていきます。ここは以前と今で変わりありません。ここで準備が完了したので日課の神様に手を合わせて行ってきます。昨日売れた商品を幼稚園に行くまでのポストに投函します。いってらっしゃい。さあ、ここからメルカリ暮らしの現在の私と過去のパート暮らしだった時の私の差が激然と現れてきます。パート暮らしだった時は9時から始業開始だったので時間に追われながら超特急で自転車を漕いで職場へと向かいます。そして到着したらただただ流れ作業のように働く時間だけが過ぎていきます。しかし心の中では叫んでいました。子供が幼稚園なのでお迎えの時間が12時だったり14時15時だったり遅くても17時とバラバラで、そこを理解してもらうのにいつもシフトを決めるたんびに謝っていました。当初それがストレスでストレスで、というのも勤務時間が減るイコール給料も減る
なので当時大黒柱の私にとったらそれがフラストレーションでとっても辛かったです。また帰ったら病気の夫は寝てるわ、幼稚園の時間にも拘束されるわ、職場でも拘束されるわ、給料は少ないわで、私自身お金と心に全く余裕がありませんでした。しかし今現在は自分のペースで帰ったら今日出品すると決めた服の数を決めて撮影、採寸、出品作業をします。まず撮影採寸に必要な道具をご紹介します。メジャーです。私はスケールを使っています。そして採寸表です。こちらは独自のものを作って管理しています。そしてペンです。そして携帯です。以上です。さあ今日は40個撮りますよ。まず服を整えて見栄えを良くします。その後にどんな商品か分かりやすいようにいろんな角度から撮っていきます。前、下、横、そしてデザインが分かりやすいように撮っていきます。で最後に後ろからも撮っていきます。そして採寸です。着丈、肩幅、続きまして身幅、袖丈、雪丈を測っていきます。ひたすらこれを繰り返していきます。この作業を時間割をしっかり決めてこなしていきます。梱包袋は Amazon で大量に買い占めています。このようにシールがついていてとても便利です。こちらの U バケットポスト専用シールはダイソーで購入することができます。この QR コードを読み取ってポストに投函します。昨日の夜から朝にかけて売れた商品を梱包していきます。今回は半袖カットソー、ワイドパンツ、ベストが売れたのでそれぞれ梱包していきましょう。アズールの幾何学模様半袖 T シャツです。こちら売上2190円、仕入れ値100円、手数料219円、送料215円、利益1656円でした。続きましてこちらスタジオクリップのチェック柄ワイドパンツになります。こちら売上3110円、仕入れ値100円、手数料311円、送料215円、利益2484円でした。続きましてヴィンテージのジレになります。こちら売上4420円、仕入れ値100円、手数料442円、送料215円、利益3663円でした。この売れた商品はお迎えに行く際についでに郵便ポストに入れて発送します。それではお迎えに行ってきます。パート暮らしだった頃はと言いますとギリギリまで働いてすみませんすみませんを連発しながらお迎えに暴走。いやあの頃は無駄に神経すり減らして生きてましたね。悪くもないのに謝っていましたからね。今はというと今日の私の分の撮影も終わったので余裕を持ってお迎えに行きます。おかえりということで子供との時間がまた始まります。この後子供のカットに向かいます。パート暮らしだった頃はお金にも余裕がなくて子供の髪の毛は私がバリカンで剃っていたのですが、今はおかげさまでお金と時間にも余裕ができたので今日は子供の美容室に行ってきます。帰ったら子供の自転車遊びに付き合います。以前はヘトヘトでここまで余裕を持って遊んであげることができませんでしたが、今は思いっきり走って私も運動させてもらってます。さあ家に帰ってきて夕飯作り開始です。やっぱり大黒柱の私が子供を幼稚園に通わせながらパートで生計を立てようなんて無謀な行動やったんですよ。こうやって今は子供と余裕を持って接せるようになったのでメルカリ物販を始めて本当に良かったなって思います。さらに言うとこの4ヶ月だけでパートの5倍近く稼げるようになっただけじゃなくて自分自身で時間を管理しながら心に余裕を持って子供と接することができるようになったのが最強やと思ってます。さあ晩御飯ができたので2人でいただきますをします。晩御飯も今日は主人が梱包発送してくれてるので2人です。晩御飯が終わると
パート暮らしだった時の私はひっくり返ってました。その間子供は YouTube を見ていました。今思えば本当にごめん。今はまだ体力が残っているので子供と遊びます。絵本を読んだり相撲をしたりしています。今日は相撲です。子供と絵本を読んで寝かしつけです。子供との時間を一日の最後まで大切に過ごします。この後子供が寝たら出品作業に移ります。タイトルの付け方が肝になるのでリサーチをしながら進めていきます。出品作業が終われば今日は次の日に撮影する分の洋服をアイロンがけをしてスタンバイしておきます。夫はというと今日の撮影分を取り終えたら帰ってくるのでそれまで待っておくとします。めっちゃ頑張ってくれてます。ということで本日の動画ではメルカリを始める前のパート暮らしをしていた頃のお話とメルカリを始めて人生大逆転した現在のお話を包み隠さずお伝えさせていただきました。見る前と見た後で背取りを取り入れた時の時間の管理だったり心の余裕の変化だったりイメージできたかなと思います。参考になったという方は高評価ボタン、コメントをいただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。